大谷翔平選手が 50-50 達成しました。いやー、びっくりしましたね。今日は、日本時間9月20日なんですけれども、現地時間9月19日 48-49 で迎えたマーリンズ戦、もう一気に、達成して 50-50 も超えて 51-51 になりました。伝説ですね。伝説というか、もうまあ今日は歴史的一日になったので、まあ今後も、MLB の歴史で日本の、野球の歴史の中でも永遠に語り継がれる一日になったのではないかなと思います。今日の結果ですね、とんでもないことになってるんで、ちょっと振り返っていければと思います。結果的にはですね、ドジャース対、マイアミマーリンズ20対4でドジャースの勝ちとなりました。大谷翔平選手が、打ちすぎてですね、もちろんこの点差になるよなというような結果になっております。じゃあまず大谷翔平選手の結果なんですけれども、トップパフォーマンスに選ばれておりまして、まずホームランは、本日3本打ってます。6の6ですね。いやー、とんでもないですね。ホームラン3本ですね。まあ、最後の1本は、あれは野手なんですかね。ゆっくりなボールだったんですが、まあ、とんでもない打球を飛ばしていました。で、ホームラン3本と、ツーベースヒットが2本。9月ですね、先日、やっとツーベースヒット1本出たばっかりだったんですけども、まあ、本日もすぐに2本打ってるような状態です。で、なんと、本日10打点上げております。10打点ですね。だから、今日は20点取ってるんで、20点のうちの半分は、大谷さん一人で、打点を稼いだということになります。いや、とんでもないですね。これは、まあ今までこんな選手は日本人でいなかったですから、まあ比べようがないと言いますか、まあもう世界トップ選手、ピッチャーをやらなくてもトップだということが、まあ明らかになった日なんじゃないかなと思います。まあもちろん、今までも、まあ明らかになっている、事実ではありますけれども、ただまあ DH ということで、いろいろまあ MVP 取れるのかっていう話もある中で、もう抜きんでた数字を DH として上げたなというところですね。4安打、2盗塁ですね。はい。49で迎えた本日、2盗塁して、まあ、51まで伸ばしたというところになります。6の6、こんだけ、まあ、暴れ回ったら、ちょっと怪我とかも心配になりますけど、まあ、今季はね、ピッチャーやってないっていうこともあるんで、昨年のような、まあ、途中離脱っていうのはあまり考えづらいんじゃないかなと思いますけど、それは、まあ、大谷選手だからこそ、できる離れ技かなというところですね。はい。ということで、大暴れの大谷翔平選手ですが、まず初回ですね。初回かな。これがライト前ですね。あ、これ2回ですね。まあ、この後、通り決めますね。ちょっと真ん中入ってますけど、はい。ちょっと泳ぎ見ながらのライト前に持ってったっていうような打球ですね。次3回ですね。左中間に、鋭い当たり、飛ばしてまして、こちらツーベースヒットですね。ツーベースヒットで、3塁進入しようとしましたがタッチアウトなるほど。これ3ベース取ってたら今日あれですね、 51-51 達成プラス、今日プラスしてサイクルヒットも達成してたっていう感じになりますね。いやいや、恐ろしいですね。前日もそうだったんですけども、まあ、ちょっと、キャッチャーのサインとは逆に入ってくる、内角気味のボールをですね、今日もライトスタンドにホームラン打ってっていうところですね。これ49本目ですね。で、これが、その後、2打席連続ホームラン、50本目になります。まず年間50本って本当にありえなくはないですけど、日本の今一番ホームラン打ってる選手で山川選手とかですけど30本くらいですもんね。村上選手で24か。50本目はですね、アウトコースを引っ張らずに逆方向に入れるっていうのがさすがですね。2回まで飛んでますからね。はい。で、
今日の大谷選手は、これだけでは終わりませんでした。これが51本目ですね。3打席連続ホームランです。いや、ロサンゼルス時代もそうだったと思うんですけど、1年間の中でなんか歴史的な偉業の1日って何かありますよね。毎年なあ、ど真ん中少し高めですね。まあ、こういうボールだったんで、打った後あんまり喜んだ表情はしてなかったですね。まあ、打線の援護もあってですね。結構ドジャースはピッチャー陣苦しいんですけども、まあ、なんとか4失点に抑えて20対4に勝ったという内容でした。もう今日から1週間くらいと、あとこのオフシーズンは大谷翔平選手の番組だったり話でおそらく持ちきりですね。50-50 もそうですし、51-51 はメジャー史上初になりまして、まあ、メジャーの MLB の長い歴史の中でも初めての画だったということで、まあ、それを日本人が達成したっていうのがもうとんでもないことかなと思います。ちなみにですね、50本目のホームランの際は、相手投手はバウマン、はい、29歳のピッチャーと対戦して、まあ、4球目をホームランにしたっていうところですね。まあ、今日で打点もランキングとして結構引き離したと思いますし、あと打率もですね、はい、ムーキー別に並びましたんで、まあ明日以降まだまだ結果伸ばしていくと思うんですけど、はい、どこまで伸ばすか非常に楽しみですね。で、個人的にはもうマンシーも戻ってきて、ムーキー別戻ってきて、まあ、ウィル・スミスがちょっと不調ですけど、はい、まあ開幕当時のメンバーがまあ、ほとんど揃った上でエドマンだったりとか、新メンバーの補強というところも、成功はしているので、まあ、打撃陣に関しては非常に今後楽しみですね。ただピッチャーがですね、カーショーちょっと抜けてたりとか、ストーンもあれですよね、今季もう絶望っていうことですし、あとはグラスノーがもう怪我で今季終了。この二人がもう開幕からもうひたすら頑張ってくれたんですけど、まあ、ストーンもね、まだまだ若手ではあるんですけど、今季に関しては、まあ、人がいない中で、山本由伸も途中離脱する中で、柱となってやってくれた選手なので、この離脱は非常に痛いんですけれども、まあ、中継ぎ陣が、このシーズンオフ、ポストシーズン、入っていくまで、まあ、どうにかちょっと繋いでてほしいなっていうところですね。はい。で、大谷翔平選手と山本由伸選手にとっての、初めてのポストシーズンがこの試合で決定しましたので、はい、ポストシーズンもちょっと、情報をチェックしていきたいなと思います。チケットとか取れるんですかね、皆さん。多分かなり高騰すると思いますけど、ちょっとそのあたりの、チケットの値段とかも、見ていきたいですね。やっぱりプレーオフ進出初めてということで、まあ、非常に嬉しかったっていうようなインタビュー答えてましたね。英語での発信もしてますね。いやー、すごいな。ポストシーズンも頑張ろうみたいな内容だったなと思います。ただドジャースはポストシーズンが決定したので飲み会ですね、まあ、祝杯をあげるところです。これは貴重な動画ですね。いや、ベッツも途中骨折しましたけど、やっぱり戻ってきてからの活躍が凄まじいですもんね。プレーオフ進出と50-50 の達成っていうのは一緒っていうのがやっぱさすがですよね。いや、すごいな。これで、まあ、今やピッチャー陣ちょっときついですけど、ワールドシリーズなんか出たら、私みたいな人たちはこれからもずっと10月も楽しめますね。やっぱチアーズなんですね。結構なんか静かなあれですね、思ってたより。この水色の人が人しか気づいてなくて、他の後ろの人は後ろ向いちゃってますね。あー、もったいない。どうなったんだろうこれ。
The save against the United States. He's got it. この人か？結果的に55号目のホームラン取ったファンの方連行されてましたね。で、改めて大谷翔平選手の今季、本日時点でですね、成績を振り返っていきたいと思います。まあ、盗塁とホームランだけに今はフォーカスされてますけれども、他の数字も素晴らしい状態です。OPS はやはり本日の大活躍で1超えてきましたね。昨年のデータにはまだ追いついてないですけれども、まあ1超えてきたというところになります。で、打率も2割9分4厘で、同じチームだとムーキーベッツに打率が並びましたね。ちょっと打率が、低下してたんですけれども、やっぱ今日6打数6安打ですから、いや、6打数6安打すごいな。で、盗塁51、打点120のホームラン51。ヒットは今176本ですね。いや、200本は今季はまあ、ちょっと難しそうですけども、これで来年とか200本も打ち始めたら、もう本当とんでもないことですけど、逆に言うと、イチロー選手は300本とか打ってたわけですよね。で、一応去年の成績はこの2023になりますが、2023は OPS、今現時点よりも上回ってますね。はい。で、打率も3割超えてます。まあ、ビビたる差ではあるんですけれども、まあ、3割乗って昨年はシーズン終了したというところです。で、盗塁は20盗塁で、今季と比べると全然違いますね。2倍以上の差がついています。今季は51で、昨季は20になってますね。で、ホームランは昨年44本。もう44本でも非常に素晴らしい数字なんですが、今季は DH 専念ということで51本まで伸ばしてます。二塁打の数はもう超えてますね。三塁打は2023年の方がまだ多いですね。で、ヒット数は151本。昨年151本なので、まあ、ここももう超えてきていると。いうところになります。素晴らしい結果ですね。はい。こうなってくると、来年次はどういう結果を出してくれるのかっていうのが気になるところですよね。昨年はホームランを取って MVP 取って、今季はまあ MVP はどうなるか分かんないですけども 50-50 達成して、じゃあ来年はどうなるんだっていうところで、まあ、ピッチャーとしての復帰も見えてきてますから、ピッチャーとしての復帰と、この今いる打者としての大谷翔平選手が、始まるわけなので、ドジャースとしては、まあ、とんでもない、まあ、戦力ですよね。で、ここに対して、まあ、カーショーだったりとか、まあ、山本由伸もいますし、あとはグラスノーも今怪我してますけど、まあ来季間に合えば、まあとんでもない先発陣が、揃うっていうような感じで、今怪我入っちゃいましたけど、大活躍してたストーン選手もこういう布陣だとなかなか競争率高くなって出れないみたいなことになっちゃうかもしれないですもんね。あとドジャースの今後のスケジュールについてこちらになります。日本時間の表示なので、まあ、そこはご注意くださいっていうところなんですけれども、本日ですね、マーリンズ戦、終了しまして、これで、マーリンズには、2勝1敗、まあ、一応勝ち越しはしたという感じですね。その前の、まあ、ブレーブスに、2勝2敗か。なるほど、なるほど。ここから、まあ、ロッキーズ戦3連戦やって、パドレスですね。直接対決、パドレス戦がやってきます。で、その後にまたロッキーズとの3連戦が控えているという状況で、あと残り、9試合ありますんで、大谷翔平選手は、51-51 達成しましたけれども、まあ、まだまだ、まあ、伸ばしていくだろうなという感じですね。では、ご視聴いただきありがとうございました。